毎度おなじみルローの番組スケートボードスナックトークです。本日の日付はですね1月22日、今日はですねなんと3月2日にリニューアルオープンする野田スケートパークの試験滑走をしてきましたね。まあテストスケーティングとでも言うんですかね。そうですね、はい、テスト走行はい、滑らせてもらいましたね、はい、まあね、なんて言うんですかね、もうオープン当初からね滑走面の悪さがガビガビだったっていうのが、まあちょっと残念な物件になってて、まあ形は面白いとは思うんですけど、うん、やっぱり滑りづらいっていう物件だったんですが、そうですね、まあ我々路面がかなりね、そうですね、うん、野田スケートボードクラブっていうね、はい、団体を作って、はい、うん、イベントをやって、まあそれでいろいろご協力いただいた皆さん、まあ参加いただいた皆さん。のおかげで、はい、はい、そうですね。あの、今日、リニューアルに至ることができました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。まあね、パークの、リニューアルのパーク、リニューアルしたパークの内容としてみれば、すごく今もう滑走面がめっちゃ綺麗で、うん、めちゃくちゃいいです。めっちゃ速いっす、うん。めっちゃ速いっす。で、あの、ちょっとね、上から持った感じにしているので、はいはい、セクションとセクションの間が、あの、うん、近いっていうかね、スピードがほとんど落ちないんだよね。そうですね、うん、だから今までのよりももっとスピードが出せて楽しめる物件になったと思います、うん、そうですね、うん、ちょっともうなんだろう、新しく来た人はまあそうなんだけど、今まで来てた人はにしても、まあ俺なんかよく来てたんですけど、やっぱちょっともう新しい物件になってるなというぐらいの、うん、そうですね、はい、生まれ変わった感じ、リニューアル感が、はい、満載です、ね、うん、はい、でまあおまけといってはなんなんですが、今まで入り口側のところをちょっと拡張しまして、マニュアル台とあとは周りにガードレールがあったと来たことがある人はもう分かってると思うんですけど、はいはいはい、を撤去してカーブボックス風になってます、うん、でまだカーブは全然育ってないんで、これからみんなね来て、そうですね、カーブいろいろ育ててもらえれば、いろんな使い方をしてくと思うんでね、うん、いいと思うんですよね。まあ、だからこうやってね、はい、いろいろ地道な活動でなかなか形にしていくっていうのはすごく難しいんですけど、そうですね、まあ、もしあのこういう活動をしたい人がいればね、一、うん、人でやるっていうよりは何人か仲間を作って、そうですね、団体で、うん、みんなで力を合わせてやっていくと、まあ、運が良かったら、僕はすごいこれいうのができたっていうのはめちゃくちゃ運が良くてって思ってます。うん、運がタイミングと、そうですね、そうですね、が来ればできるのかななんて思います。はい、まあ自分の住んでるところにこういうねあるのは、まあ、ちょっと贅沢だなと思うし、まあそれをまあこれからみんなでいい感じで運営できていけばいいかなと思ってます、うん、まあ最低限のねモラルとマナーを守って楽しい場所にしていければ、そうですね、と思います。はい、まあすごく楽しい場所にリニューアルできたんで、ぜひみんな滑りに来て、まあ、僕も多分滑りにちょいちょいいると思うんで、よかったらセッションしましょう。はい、声かけてください。はい、じゃあ本日もスナックトーク、はい、テストスケーティング報告でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。幸せにするなんてこの年で言えたもんじゃないな、しかも宿なし極楽トンボのままじゃない、もう春のは季節とかレコードだけだと思ってたけど、もはやこれまでか、スラックに相談しようでも多分冷やかされそうだ、やめとこう優しさでごまかして、金もないしヒットしてるのも無料配信曲、地方営業どさ回りドキュメントにして